テリー土屋の車の話。今回は土屋さんと縁の深いゲストをお呼びしております、はいはい、ブリッド株式会社代表取締役社長高瀬峰夫社長です。よろしくお願いいたします。こんにちは。どうぞ。ありがとうございます。高瀬社長、お願いします。よろしくお願いします。今日呼んでいただいた。どちらからいらっしゃったんですか。名古屋です。ね、そうですよね、はいはい、自走あ、自分で。ありがとうございます。86に乗ってる。86できたの。はい、後でご紹介させてもらいます。 GR86 に乗ってる。シートは当然ブリッドです。そりゃそうですよね。そりゃそうです。よろしくお願いします。さあ、今回はですね、このブリッドの高瀬社長をお迎えしまして、はい、国内唯一のレーシングシートメーカーブリッドを徹底解剖していきたいと思います。はい、国内唯一なんですか。うん、たくさんメーカーはあったんですけども、まあ、利用が少なかったかもわからないんで、うん、最後に生き残ったという。あ、やっぱり生き残ったね。何かやっぱりそれだけの努力なり、うん、何かね、うん、あれがあったと思う。だから90年代はいっぱいありましたよ。ありましたよね。でももうみんな消えていっちゃいましたね。消えましたね。やっぱりその普通の車のそのシートとレース用のシートっていうのを一番の違いは、その守るか守らないかってことですか。ホールド性。動かないか。で、事故った時の安全性。普通のノーマルシートは居心地のいいシートなんです。あ、やっぱそっか、ね、でブリッドのシートっていうのはもう体をちゃんと固定して、うんうんうん、もうこう振られないの全然。その G がかかってもレースでもドリフトでも、うん、そこがみんな、そうみんなブリッドがいいな、ブリッドがいいなっていう理由だよね。はい、ということで、まず創業1981年です。40年前ですね。はい、そうなんです、ね、ちょうどね、去年40周年を迎えまして。これは名古屋ですか。そうなんです、これ、うん、名古屋の昭和区っていうところなん、うん、これ8坪の事務所なんですよ、うん、でここからスタートですか。そうなんです、ちょうどサラリーマンやってまして、うん、もうお金も、それまではこういう車関係の仕事だったんですか。あのね、もう中学の時からずっと車関係の仕事をやろうっていう形で、うん、で、まあ、あのかなり公立高校のね、うん、あの工業高校自動車科を出て、うん、で、まあ、ディーラーへ入って2級整備士と持ちながらずっとやりながら、うん、車関係でずっと来てるんですよ。なんでシートだったんですか。ここなんでシートかっていうと、まず第一は汎用性が高い。要するに車種専用になるわけですよ。マフラーでも何々用とか、うん、エアロでも何々用とか。でシートっていうのは汎用部品なんです。で下につけるレール、取り付けキットだけが変わることによって滑っていける、うん、そうすると、もう一つは絶対に商売として大事なのは安全というものが商売なんですね。と安全。要するに例えばブレーキパッドだったりとか、まあ、ブレーキもそうだけど、うん、タイヤもそうだけど、アルミホイールだけど、すごく例えば大きな事故をやったときに体を守らなきゃいけないというのには、そこはすごいな。そうです、安全というキーワードは絶対商売になるっていうのはあったんで。それは直感的に思ったんですか。その頃はそう思ったんだけど、とりあえず最初の段階ではまず独立したいという中で、まあ、そういう問屋業に。おいくつの時ですか。ちょうどね、29の時だったんです。でこれ今出てるのは創業当時のブリッドのカタログってことですよ。でももうこの創業当時、うん、もう40年近く前だと思うんですけども、うん、だからこの時でもかなり、ね、種類があります ね、うん、種類がありますね。ただね、デザイン、ちょっとデザインはレカロっぽい感じが。そうそう、結局ね、日本人 の、 そのパーツの歴史っていうのはヨーロッパから来てるわけですよね、うん、そのいつかはヨーロッパの製品に同等になって超えようとか、そういう流れの中で、まあ、とりあえず、まあ、中国もそうだったんだけど、まず先進に行ってるものをばらしてどんな感じか、それにそっくりのものを作ろうというところから始まるんですね、うん、で定価もうんと安く、ね、あの正規のものが20万だとしたら10万とか、うん、その極端に安くして売る、まあ、なんちゃってみたいな形ですよね。いやいやいや、そこからスタートしてるんです。これあれですか、例えば、まあ、椅子は作ったわ、うん、今度売らなくちゃいけないじゃないですか、うん、そうすると技術を作るのを、うん、この営業ってのは違う才能ですよね。そうだね、問屋業にその独立前勤めてたんです。自動車の整備やってて5年間ぐらいね、だいたい知識分かるわけですよ、だいたい流通が分かるわけですね。
そういう中で一応いると何が売れるとか分かるわけですね。で人間関係で買ってくれるわけですよ、うん、あの少しずつね、はいはい、でそれでなんとか持ちこたえながらみたいなね。それこそもう1987年頃っていうのも土屋啓司という名前はもうあったわけでしょ、はい、世の中的には走り屋の中では知名度は高かったですよね。もう元祖ですよ。そうですよね、うん、そうなると土屋さんがこのブリッドを選んだっていうか、はい、それは何だったんですか。やっぱりレカロがでかすぎて動いちゃうんですよ、うん、体が。だからそれでな、他にもまだまだあったじゃないですか、あの頃って。他にもありましたよ。他にもありましたけど、やっぱ何かの縁でしょうね、うん、何かの縁で、あ、シートを作ってるんだっていうところから、でさっきのね、うん、あの創世記の時の青いこう柄のシート地があるんですよ、うん、これをまずテストしたんですよ、僕が、うん、そしたら、あ、レカロと一緒でやっぱ肩が抜ける、日本人に合ってないですよ、このシートって言ったんだ、はい、うん、でそこからなんだとみたいな顔になっていやそこ本当大事なところで、あのね、スタート段階はセミバケでスタートしてるんですよ。セミバケってシートだ、うん、要するにフルバケじゃないですよ。要するにリクライニングする、うん、もうなんちゃってなんですよ、うん、でそこから何年もやってて、でここまで売れてるから、ジムカーナーぐらいの全国大会みたいなのあって、全日本新選手権か、そういうところに視察に行くわけですよ、僕は。そしたらびっくりしたことがあって、200台ぐらいのエントリーで、200台ってもすごくないですか、ブリッドシートが1台しかついてないんですよ、うん、それでもうこれダメだって言って、もう徹底的にサーキット、まあ、そこはジムカーナーだったんですよね、うん、ジムカーナーの方で、これなんとかしないとまずいぞってことで、もう現場主義になったんですよ。もう日曜日だったら大会やったら、もう選手ともういっぱい話をしながら、使い物にならないものを使い物になるように、そういう作業がずっとある、まあ、今でもそうなんですよね。僕がフレッシュマン時代から来てくれましたよ、うん、まあ、そこら辺その執念というかね、あのやりきるということですかね。今でもね、開発は止めてないんですけども、2003年から外注していたシートを自社生産に内製化することで、うん、シートの作りにも一層信頼感が増したっていうふうにここに書いてあるんですけど、20年前にいいですか。まあ、外部委託をずっとしてて、やっぱりどうしてもその思いが伝わりにくい部分があって、でそれを内製化をするというと、うん、本当にそのこだわる、要するに一人一人のレーサーに寄り添うような形で、もう徹底的にそのぐにゃぐにゃしないとか、合成とかね、そういうことを。なんか普通ね、うん、会社が大きくなるとどうしても外注していくわけじゃないですか、うん、逆ですね。逆です。というのはね、全てが手作りでやらないと均一化したものができないんですよ。これを海外に渡しちゃったらできないし、うん、もう商売だけで外注で動かすことも絶対やっちゃいけない。要するにドライバーの命を守ってるっていうことが第一にあるんで、クラッシュしても絶対に破断しない、壊れないシート作りっていうのは今やってるんですよ。で2016年には国内モータースポーツでの装着率第1位あれになりました。でもやっぱこれだけね、こだわって作ってらっしゃいますもん。で勝ってるほら200台のうち1台しかなかった。そうね、まあ、悔しさっていうかね、やっぱり知っていただきたい、うん、まずはね、うん、まずはうちの商品を知っていただくことの活動をいっぱい今してるんですけども、座ってみないとわからないんですよ、うん、これ口コミだけでわからないんで、うん、だからお店いっぱいあるんですけど、なかなか在庫していただける店も少ないんで、座ってみて、もっと言うなら試乗運転してで体感できる、うん、特に横地ですよね、うん、すごく横地ね、その一番全国のどこかに営業店みたいなのを提携しているところがあるんですか。あの、まあね、量販店さんでやっぱり力を入れていらっしゃるところも全国に、まあ、結構ありますから、そういうところは、ね、たくさん置いていただいているので、やっぱりね、座ってからしか買わないです。そうだよね、うん、これは、うん、あ、なるほど、この商品は。でだから高橋さんは
もう昔から東京オートサロンで椅子を並べて、まず座ってくださいってやってるんですね。車を買って一番最初にやらなきゃいけないのは何って言った時に、シートを変えましょうよと、うん、シートを変わると全てが分かる、うん、だからまず足回りっていうふうに言われるけど、シートは足回り部品だと思ってるんで、全くシートを変えることによってノーマルの車と激変違ってするんですよ。それで走ってみて、そのどこかをなぶっていこうっていうライトチューンですよね。なるほどね。でリクライニングもできるんで、意外とすりやすいです。座りやすいですね。スポッといきますね。はいはいはい、なるほど、こんな感じですもんね、うん、はい、今のうちの技術の中の一番最先端、うん、これちなみにこれで大体おいくらぐらいですか、うん、30万円近くいっちゃうんですよ。でシートの角度変えられますからね。あ、ここでね、でレバーがついてるんで、なるほど、はい、これ大事ですよね。大事ですよ、うん、土屋さんもどうぞ。はい、これ土屋さん好みじゃないと思うんだけど、これすごくラウンド…好みじゃないと思いますけど、だってよく土屋さん好みじゃないってどういうことですか。土屋さん大体どんなポジション乗られるか僕分かるんで、ちょっとよくあるんでしょ。ダメ。そうですね。もう本当にお互いをよく感じで、ね、寝猫背しすぎなんですよこれ。そう、ルマンポジションみたいな感じで、このシート自体が猫背、うん、これそういうのを意識的に今日持ってきたんですよ。深く座れるっていうことで。なぜその猫背型に逆にされてるんですか。こういう感じのドライビングが好きな人いるのよ。ね、います。いますね、はい、大体2割ぐらいいる。だって8割ぐらいは標準的な。そうですね、うん、もうちょっとこうやってことこう立ってるっていうかね。そう、立ってる方が視界がね、見やすい感じがしますけどね。いやね、レースっていうのは遠く見るんで、あ、1ミリでも低くしたいんですよ。そう、あ、そういうことか。体重をとにかくし重心を下げるっていうことですよね、うん、そうです。こういうでもなんか直立不動みたいだと短いレースはいいですよ、うん、1時間ぐらいの。だけど2時間3時間だと疲れちゃうんですか、ね、ラリーなんかだと立てていかなきゃいけないのはジャンピングしてドーンと落ちるでしょ、うん、そして腰椎やっちゃうんですよ。あ、 そ, うだよ、ね、でそれ立てなきゃいけない。だから最近うちは立てるシートも結構作って、それもある。競技によって違うね、うん、だから普通のサーキットだと横だけなんで、ラリーはドーンってあるんですよ、ね、だいたい腰椎をやっちゃう。縦 G がね、はい、これ分かりました。分かりました。分かりました。あ、これあとあのガンバ大阪のスイタスタジアムの、うん、これね、実は、うん、これブルーレースが全部そうですよ。下のとこですよ。あ、これね、うんうん、あ、ベンチっていうか、うん、あの選手が座ってるところ、うんうんうん、あのアウェイと両方あるんですけど、かっこいいじゃないですかこれ。じゃこれちょっと弱くっていうか、いろいろありましてね、あの弱くではないな、あのスタート段階でこれポルシェ用に開発してたんですよ、はい、で実はその時にある一本のメールがインフォに来たんです、うんうん、で大手ゼネコンさんの監督をされてる現場長ですね、うん、で今こういうプロジェクトがあるけど自分らは参加する気はあるのかと、うん、で興味があったんで行ったわけですよ。じゃあ我々持ってるもの持ってたら全部 NG なんですよ、うん、これダメこれダメこれダメって。でそうだ、じゃあ今これ仕様で開発 QCC 開発用にあるんでこれ持ってって今言ったら、それが結構引いて、うん、でそれがもう専用開発になっちゃったんですよ、うん、でも売るのやめよ、うん、スタジアム専用のシートにしようっていうことでこれになったんですよ。じゃあ、 あの今回はですね、うん、あのブリッドのシートを装備したデモカーを実はご用意しておりますので、うん、それにちょっと実際乗ってみようかなと。いいんですか。楽しみですね。入ってきませんよ僕は。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。